ペグちゃんです。8月26日の10時からニコ生でポケモンの重大発表があるということで、今見てたんですが、内容はポケモンの格闘ゲームの発表でしたね。ポケモンとバンダイナムコの格闘ゲーム鉄拳がコラボしたポッケン、こちらが2015年アーケードゲームで稼働するという内容でした。ポッケの動画も放映されてたんですが、非常にリアルで面白そうでした。この動画は YouTube にアップされてるんで、よかったら見てみてください。で、僕はポッケンにこんな印象を持ちました。鉄拳というと、まあ、本格的な格闘ゲームなわけなんですが、今回のこのポッケンは格闘ゲームというよりもアクションゲームに近い感じらしいんで、ポケモン版スマブラみたいな感じになるんじゃないかなと思います。っていうか完全にスマブラっぽかったですよね。今度発売される新作のスマブラは制作にバンダイナムコスタジオが関わってるんですが、今回発表されたポッケンも制作にはバンダイナムコスタジオが関わってるということで、なんか非常に似た作品になるんじゃないかなって感じました。そして、僕にはなぜアーケードで出すのかっていうのがちょっと理解できなかったですね。新たなターゲットを見つけるということで今回このアーケードゲームになったらしいんですけど、普通に Wii U で出した方がユーザーとしては遊びやすいんじゃないかなって思いました。あと今回このポッケンは大人がターゲットということらしいんですが、やはりポケモンって言ったら大人から子供までやっぱ楽しめる作品なわけですから、子供がプレイできないような難しさの作品は作らないでほしいですね。特にゲーセンの格闘ゲームは非常に難易度が高いですからね。やっぱりこのポケモンが手掛けている格闘ゲームですからね、今後どうなっていくのか非常に楽しみです。あと今ツイッターでポッケンに参戦してほしいポケモンを募集してるらしいんですけど、僕はボーマンダがね参戦してほしいですね。ポッケンでもマンダの流星群が見たいですね。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。あと今回気になったんですけど、ニコ生でバンダイの星野さんがですね、アブソルの攻撃の種族値って言おうとしたところ、まあ、種族値に P が入ってたのが面白かったですね。あと努力値のことを基礎ポイントって言い換えてたんで、努力値とかその種族値っていうのは禁句だったのかもしれませんね。そういうところはまあ面白かったです。